皆さんこんにちは、カイトです。今日は地味に5件ぐらい撮影のお仕事を、こなしていくんですけども、車載動画っていうのをね、今回ちょっと初めてやってみたいなと思うので、こんな感じでオズモポケットを車載動画として使っていきたいと思います。どこまでいけるかなということでね、今撮影しているのがオズモアクション。やっぱりこれ楽ですね。こう手をそんなに広げなくてもまあまあ広角で映るし、しかもモニターを見てても全然なんでしょうね、目線がそんなに動かないから、まあ助かりますよね。こう初心者の私にとってはちょうどいい自撮りアイテムですね。で、結構オズモアクション夜そんなに強くないっていうことも分かりましたし、で手ブレ補正はやっぱ電子手ブレ補正なので、夜になるとどうしてもね、こううねうねってこうシャッタースピードが遅い表現になってしまうというか、画質の面でも夜はちょっとシビアになってくるので、昼間に使うのが大前提ですね。やっぱり夜使うんだったらもうほんとライトをつけないといけないけど、でもライトって言ってもね、なんか結構いろんな YouTuber の方はあれを使ってますよね、リトルトーチだとかなんとかを。私も2つ持っているんですけども、私の使い方が悪いのかバッテリーがねすぐ上がっちゃうんですよ。そこはちょっと残念ですね。こう適当にポン置きできるのにですね、GoPro 7売ってしまいました。あれね、いいところあったんですよ、もちろんいいところあったんですよ。まあ、画質もそうだし、タイムワープの機能もすごい優秀でした。スタビライザーをしつつタイムラプスみたいなのをしてくれる、まあ言ったらハイパーラプスですよね、をしてくれるものってそんなにないので、通常はねタイムラプスまでが限界じゃないですか。そこにさらにスタビライザーをかけてワープをしているかのような演出をしてくれるっていうカメラはなかなかね、まあないとは思うので、まあアクションが今後のバージョンアップでそういうの対応してくれたら嬉しいなっていう感じです。オズモアクションのね、この便利利便性、こいつだけはねちょっと変え難いなと思ってます。やっぱね、撮ってるのが分かるっていうのはありがたいですね。撮ってるのが分からないカメラはね、やっぱ仕事で使えないんですよね。私たち GoPro 備えるときはいつも諦めてるんですよ。撮れなかったらまあしゃあないよねみたいな感じで諦めて置いてるんですよね。だから例えばライブだったらドラムの後ろに置いて撮れてることを祈る。ただそれだけ。ただね、そういうね位置づけになってしまうんですよね。でそこら辺をオズモアクションは多分叶えてくれそうなので、まあ長期運用していこうかなと思ってます。これでダメだったらもうね、前も言いましたけど、これでダメだったらもう期待するもん何もないですから。 GoPro もね頑張ってはくれると思います。ハングリー精神がこっから出てくるんじゃないでしょうかねっていう期待を込めて、まあ DJI さんはすごく強い企業なので頑張って戦ってほしいなとは思ってます。ということで今から撮影に行ってきます。今ちょうどこのオズモポケットで軽く車載をね試してみたんですけど、なんでしょうね、うまいこといかなかったです。なんか曲がった時とかにこう追従しなくて、おーカメラが揺れてる、やばい曲がった時にカメラが追従しなくて他のとこグッと向いちゃったんですね。なんでタイムラプスの時そうなんかな、前を見続けてくれないやつ始まりました。でこれをギュッと向けるやん。キープデバイスアップライト、動かしちゃダメってことですかね。ですよね、多分ね。うん、そうですね。うん、そういうことですね。このタイムラプスモードでは動かしちゃダメらしい。オズモアクションがちょっと便利すぎて、こいつに甘えてしまいそうですね。いや、楽ですね、やっぱり。うん、電池表示も見えるし、今何分撮影してるよっていうのも見えるし、なんかね、情報がね、ちょうどいい範囲に収まってるんですよね。どうせピントがね、固定なので、別にピントのためのモニターでもないですから、画角のためのモニターなので、なんかズボラな YouTuber 向けです。で、やっぱ画質を求めるんであれば GoPro ではあるんですけども、GoPro 7はね、夜になってくると、パープルノイズがね、ちょっと乗ってくるんですよね。だからまあ、それは多分 GoPro のフラットだからパープルノイズ乗るんですけども、やっぱね、こう、頻繁に変えるものじゃないじゃないですか。もう夜は夜の設定でやればいいんですけども、あそこまでパープルノイズ乗るとね、ちょっと、げんなりしますね。じゃあ GoPro のカラーにしとけよ。っていう話だと思うんですけどね。ただ、あんな暗い中で撮影することは普通はないと思います。もう YouTube だけを撮っている場合は、プラスで照明を持つことをお勧めします。まあ今や照明ってすごく安いですからね。昔やったら LED イコール、
グリーンかぶりが起こったり、マゼンタかぶりが起こったりと、いやーもうね、どうしようもない粗悪品が多かったんですよ。安い、悪い。これが多かったんですけども、今ってすごいですよね。性能がすごくいいです。CRI っていう、CRI だったかな。炎色性を表す単位があるんですけども、そちらの数値がですね、べらぼうにいいものが多いんですよね。昔やったら90超えってそんななかったんですけど、今90超えがバンバン出てますよね。で、値段も安い。まあ、賞味3000ぐらいからもう変えて、まあね、色いじれるとかやったら6000ぐらい。ちゃんとしたブランドがいいなと思ったら1万から1万、2万ぐらいの間になったり。まあもちろんね、ちっちゃい照明とか、いろんなタイプがありますよ。で、大きい照明がいいなってなったら、まあそれこそ4、5万したり。で、またこれも、安心ブランドでいけば、8万とか、10万とか、そのぐらい行ったりしますよね。すっごいピンキリです。今、ピンキリだけど、ピンでもキリでも色がいい。合わせやすい。昔ほどね、シビアにならなくてよかったですね。なんか、昔だったらもう、例えば、まあマゼンタかぶりしたものやったらグリーンフィルターつけたり、で、グリーンかぶりしてたら、アンチグリーンっていうね、シートをこうやって、フィルムをかぶせたりして、まあなんとかして色を合わせてましたけど、合わないんですよ、そういうのやって。それぐらい LED って難しかったんですね。まあ技術が発展して、ここまで良くなったのはありがたいことです。現場も昔やったらね、HMI とかね、タングステン系が多かったんですけども、今やね、ちょっとした現場やったらもう全部 LED ですもんね。なんなら負けるやつ、薄いパネル型の LED とかになってたり、あとはディフューザーされてる LED もありますよね。玉じゃないんですよね。玉が側にあって内側に向けて発光して面発光させるっていうシステムなんですけど、そういうものもね多くなってきて、今はね昔よりも手に入りやすい状況ですよね。まあそれもこれも Amazon さんのおかげではありますけども、今はもうほとんどのね、まあ量販店だったりで、まあ取り扱ってますよね。もう10時になったので今から撮影に行ってきます。ただいま、お昼を食べにラーメン屋に来ました。やっぱりね、オズムポケットは、動画を撮った方が、スタビライザーちゃんと効きますね。オズムポケットでタイムワープしたい場合は、一度動画で撮って、で、その後編集上で、まあ短く、こう、速度を速くしてね、短くして、で、そこに対して、まあ、フレームのサンプリングをブレンドにしたりすることで、タイムワープチックなものが作れます。今ね、めっちゃ暗いでしょ。めっちゃ暗いんですけど、これね、よ、はい。この変光レンズをつけております。すんごいキンキンでね、目立つんですよね。これね。で、こいつね、いいんですよ、結構。いいんですけど、やっぱり問題は、これ自体を回転させることで、変光具合を変更できます。アホ。これね、普通だったら2層になってて、1層目を回す、回転するっていう標準だと思うんですけど、これはもう1層式なんですよ。先っぽが回るとかそんなんじゃないんですよ。もはや回るつもりなし。なんでね、これごと回さなあかんので、閉めて、だからちょっと開けないといけない。で、その開けた状態で撮影してる分にはいいんですよ。ただ、そのまま持ち歩くと、どんどん緩んでしまうんで、カラカラカラってどんどん緩んでしまうので、一回一回締め直すっていう手間がちょっとね、発生します。そこがね、ちょっと、他のメーカーさんが出してくれるんでしょうけどね、使いやすいものを出してくれると思います。やっぱね、ちょっとキンキンはね、恥ずかしい。キンキンはちょっと嫌だな。しかも、まあ、キンキンというよりこれ、軽くピンクゴールドみたいな感じなんですよ。ピンクゴールドはキャラじゃないので、できればシルバーがいい。ね、標準でついてたやつ、あのシルバーの、ちょっとごつめな感じで、CPL フィルター作ってほしいなぁ、とは思いますね。で、他にもね、これ、セットで買ったんですけど、他にも、なんかこう、格子が入った、光の筋をね、こう、出すためのフィルターとか、あと、ND フィルターが、何だったっけなぁ。なんとか、多分4、8、16、32だったかな多分そのぐらいあると思います。まあ、そこら辺はね、あんま使うこと私ないです。このカメラは、業務用であまり使わないので、どちらかというと私の自分撮りのためにしか、ほぼ使わないと思います。あとはもう、最
習バックアップカメラでしかね使わないので、まあ ND フィルターよりも CPL フィルターの方が私にとっては重要かなっていう位置づけです。こんだけ CPL フィルターでこんだけ明るさ変わるんで、使えるところが結構限られますよね。基本的には青空を見せたい、もしくはショーウィンドウの中をちょっと透けさせたい、映り込みをなくしたい、海を映した時に反射を減らして中が見えやすくしたい、だから青々とした海、青々とした空でショーウィンドウの中とかね、そういうところに限定されるのかな。ああ落とした。そういうところでしか多分私は CPL フィルターは使わないかなと思います。できればね CPL フィルターをねこうドロップインなりカチャってこうなんていうの、メガネのあれみたいにカチャってこう開くみたいな感じでささあって言ってしまった。付け外しができるようになってくれたら嬉しいんですけどね。ここまでねこうねじ込み式なんで、何かしらのギミックは足せるんじゃないかなと願ってるんですけどね。逆に、CPL が効かない、変更が効かない瞬間って結構あります。これ結構ね皆さんも陥りがちだと思うんですけど、これをつければ絶対に映り込みを減らせると思ったら大間違いなんですよ。これ斜めからの光に対して有効なので、真正面の光は減らせないんですよ。なので窓ガラスに向かって正対で撮ったらまんま映ります。これ斜めから撮るから映り込みを減らせるんですよ、この変更は。変更レンズにはそういう制限があることを覚えておきながら使わないとあれーってなっちゃいます。それでは行ってきます。シュッパー。